高梨玄秀君は東京出身の12歳。9歳からミュージカルを作り始め、これまでに脚本、作曲、演奏など、すべてを一人でこなしたミュージカル動画を3作制作しています。昨日はライブパフォーマンスのほか、高梨君が手掛けた作品も上映されました。また、フェイスペイントを体験できるワークショップも開かれ、参加した子どもたちは高梨君に手伝ってもらいながら、思い思いの模様を顔に描いていました。僕のやつって可愛いじゃなくて変なんですよ。だからそれ気に入ってもらえるかなと思ってちょっと苦労したんですけど、気に入ってもらったみたいでよかったです。高梨君は今後芸術を学ぶなどして活動の幅を広げていきたいということです。